ご覧いただきたいマシュマロがありまして、お、なんだ、ちょっとういママ先生のあの特技でこいつちょっと一瞬でやってもらってもいいですか？いいですよ。じゃあこちらです。ドドン。こういう機会がないと聞けないので。あ、え、クヨちゃんは、あ、え、クヨちゃんはちなみにいく、え、答えるの、え、クヨは、うんと、クヨだから、奇形かな。あ、へぇ、へぇ、ここ寄りなんでね。はい、次。まあ、コヨビームだからいいかなって思って。確かに、コヨビーム、コヨビーム。そう、コヨビームがね。待って、ウィービームもある、これ。え、ほんとだー、殺せー、こいつ、もやしー、気づかなかった、うわ、気づかなかった、気づかない、すごい、ウィママ先生でも気づくのにこれぐらいかかる。うわー、うわー、もやせー、もやしとけー、もやせー、うわー、ちょっともうシンプルに内容で、うん、確かにクヨちゃんの気になるなって思って、あ、クヨビームか。3段階あった、3段階。ウィビームまでまさか隠されていると。え、クヨもこれ選んでて気づかんかったな。マジか。やられましたね。結構食らっちゃいましたね、やれやれ、ウィビーム。食らったな。時間長かったな。やばかったな。あんなにすぐ画面からね、外さないといけないのにね。ね、ウィビームあったらね。1分ぐらい生きちゃったな。ダブルビームやめろ、ダブルビーム。ダブルビーム。強えわ。強えわ。はい。こんな感じで、ウィママ先生はね、マシュマロをバッサバッサ切っていく配信が、はい、結構有名と言いますか。そうですか？え、いや、コロナの中ではいっちゃんマシュマロ切ってる女だと思ってます、この世で。そうかな、意外とマシュマロ切ってないよ。え、ね、寄り添ってる、寄り添ってる。あ、そういうこと。寄り添ってるかどうかって話か。そうですね、切ったり寄り添ったり、でも打ち返すことが多い。あ、まあ確かにしょうもないのはね、打ち返しますけどね。でもあのね、バッサリの打ち返しがすごい好きで。あらまあ、そう、マシュマロといえばシグレウイみたいな感じで、声的にはそれもちょっとどうかと思うけどね。あれ、そうだよ、ダメなのそれ。喜んでもらえなかった。ちょっとすごい首クーってなってんな。カーン、嫌そうな顔してるな。まあそんな感じなんですけど、もう今のね、うん、ウイビームみたいな感じで、はい、縦読みでウイビームを隠されたりとか、やれやれ、ね、あとは今日も来てたんですけど、うん、うい、俺だよ、みたいな。ああね。っていう感じのとかを、まあ、さばいてらっしゃるんですが、そもそも、ういビームって、どこから来たんと、マシュマロでも、ちょっと聞いてる人がいました。うん、そりゃそうだよね。私もそう思うわ。もうみんな知らないだろって。そう、なんかもう、あるものみたいな感じになってるから、なんか制作しなくなってきたんですけど、まあ、これはね、うん、話し出すと長いので、うん、すごい、長いのか、ちょっと割愛して話すと、はいはい、結構前に VTuber さんと1対1で対決するコラボがあったのよ、うん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 、でそれをね、視聴者参加型 の、うん、ゲームをしてたから、うんうん、なんか視聴者参加型で視聴者の名前がうい、負けてファンサ歌えみたいな、あー、はい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 そう、罰ゲームが歌だったから、うんうんうん、そう、うい、負けてファンサ歌えみたいな名前のやつがいて、うん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 、で結局私が負けちゃったから、うんうんうん、ファンサを歌わなきゃいけない羽目になったのね、はい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 、で私がすごい恥ずかしい気持ちでファンサを歌っていたら、その歌詞に書いてあるちょっとういビームのところでだいぶ照れてしまって、うん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 、性格の悪いやつらがウィービームウィービームって言い出してこうなりました。なるほどね、ウィービーム打てはもう罰ゲームみたいなものという、あ、そうなんですよことなんです。そう、なんか知ってたわ、そのエピソード。あ、本当？それかってなりました。すごなんか聞いたことあるわってなりました。シグレウィ子さんじゃん、子さんやったわ。前だと思うな、結構前ですよね。いや、それから未だに言われるって感じですよ、私的には。ウィビーム。もう他のものとしてね。そう。でも私がまだね、うん、恥ずかしがってんのに、ね、名前のビーム打つの恥ずかしいんだろ、普通に。え、クヨビーム。この世のものを見ないような目で見てる。全然、クヨは打ちますけどね。おー、これが VTuber。あなたも VTuber。こうやって嫌がってたら、
あなたの事務所のさ、うん、羊がさ、うん、代わりにバンバン打つわけよ。そう、ウイビーみたいな。そう、ウイちゃん打たないなら打っとくね、ウイビーみたいな感じで打つから、うん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 、悪化してんのよ。状況が悪化して、しかもそれを聞いた人がなんで打ってんのかもよくわかんないから、とりあえず打っとこみたいな。なんか、罰ゲームとかじゃなくて、必殺技みたいな感じになってますね。全ての悪循環が生まれてんだわ。そういうことみたいです。マシュマロの人分かりましたでしょうか。分かりましたか。よかった。でもコヨもなんか何だったっけってなったんでスッキリしました。ありがとうございます。このまま風化してくんねえかな。いやもう今もう一回再現しますね。あーやめて。分かったことによって。だって恥ずかしがるならね、やっぱ女の子の恥ずかしがってるとこって可愛い。いや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 、もう、いや、ビーム打たんて、普通の人は。ほやビーム。普通じゃない人。ほやビーム。異常者。異常者おる。あの人じゃなくてこよってなんで。あ、確かに。渡辺先輩もね、あの、羊だから。確かに。あ、これだから。人外は。